申し訳ないが、今我が主は客人にはお会いにならない。出直してきてほしい。いや、なんか縁があるみたいだな。縁などまやかしだ。あんたの言う通りかもな。こんなところで何してんだ。この年の古くよりの主に挨拶に来た。ベリウスか。あんたもどこかのギルドの使いか何かってわけじゃなさそうだな。そのような卑俗なものとは違う。卑俗ね。あんたはどんな高尚な用事持ってきてんだ。答える必要はない。まさか世界を救うとかそんなんじゃねえだろ。なんだあいつ。おめえが先に手を出したんだろうが。はあ？何言ってんだ。お二人ともやめてください。こんな街中では皆さんにご迷惑が。ガイアス、こねろ。物騒なもん振り回すなよ。なんだお前。私が悪いのなら後で謝るわ。あなたたちが悪いのだとは思うけれど。チッ。大丈夫です。これはご親切にどうも。あなた方は確かカウフマンさんと一緒におられた。ギルドブレイブベスペリアだよ。しっかり宣伝してるし。いいじゃない。あんたはルーインズゲートのラーギーだっけ。
喧嘩を止めたいんならまずは腕っぷしつくな。ああ、はい、すいません、どうも。皆さんを見込んでお願いしたいことがありまして。ルーインズゲートのお願いなら放っておけないね。あ、内容にもよるな。なんだ、お願いって。ここで話すのはちょっと。闘技場まで来てください。そこでお話しします。人に聞かれたくない話か。なんかヤバそうだね。でもルインズゲートに顔が通ればギルドでの名も上がるし。欲張ると一つ一つがおろそかになるわよ。今の私たちの仕事はフェロー探索とエステルの護衛だからな。そうだね。うん、気をつける。でも話聞いてから受けるかどうか決めても遅くないのでは。そうだな。しょうもない話だったら断るわよ。私たちそれどころじゃないんだから。とりあえず闘技場に行ってみるか。話だけでも聞きに。受けるかどうかはまだ決めてないぜ。話を聞いてからだ。実はパレストラーレを乗っ取ろうとしてる男を倒していただきたいんです。乗っ取り？この町を？いきなり物騒な話ね、それ。でもなんであんたがそれを止めようとしてんの？別のギルドのことだし、ほっとけばいいじゃない。パレストラーレには闘技場遺跡の調査をさせてもらっていまして。そっか、そういやこの町すっごく古いんだよね。もし別の人間が上に立ってこの町との縁が切れたら、エンテレケイヤに申し訳ないです。エンテレケイヤって何？すみません、ご存知ないですか。この町を作った古い一族で、我がギルドとこの町の渡りをつけてくれたと聞いています。ふーん、古い一族ね。それってフリティア族のこと？で、どこの誰なのよ、その物騒なやつって。闘技場のチャンピオンです。は？何それ。やつは大会に参加し、正面からパレストラーレに挑んできたそうです。そして大会で勝ち続け、ベリウスに急接近しているのです。とても危険なやつです。ベリウスの近くからは排除しなければ。そりゃパレストラーレも追い出すに追い出せないわ。で、早い話が、俺たちに大会に出てそいつに勝てって話なんだな。恐縮です。回りくどい。
そいつの目的って本当に闘技場の乗っ取りなわけ？もちろん男の背後にはリヴァイアさんの爪がいるんです。リヴァイアさんの爪はこの闘技場を資金源にしてギルド制圧を。キュモールの野郎あたりが考えてそうな話だな。まさかキュモールとリヴァイアさんの爪はつながってる。さてヤブをつついたら何が出るか。どちらにせよリヴァイアさんの爪が関わっているなら止めないと。帝国とギルドの関係が悪化するばかりです。フェローはどうするの？こんなのじゃいつ会えることか。でもあなた本当にやりたいことって何なの？本当にやりたいこと。すみません、難しいでしょうか？難しくはないわ。え？やるんでしょ？話を聞いてしまったし。うん、ギルドとしても放っておけない話かもしれないし。じゃあ誰が出るわけ？エステリア、リター、レイヴンにはお願いできないよ。これはルインズゲートに対してブレイブ・ヴェスペリアが受ける話だもん。それじゃあ。悪いけどジュディとどこかでぶつかるのは勘弁だな。あら、私はやってもよかったのに残念。今回はおとなしくしてるわ。ボスが出るまでもない。俺でいいだろ？お引き受けくださるので。ああ、チャンピオン倒しはギルドの名も上がるしな。俺たちにとっても悪い話じゃない。うん、そうだね。では準備ができたら受付で手続きしてください。楽にしてやる。余裕。飛ばしていきますか。ま、肩慣らしはこんなもんか。
のバンダラ盗賊ジュゲル・ジェローム。人手はどこだ、人手をくれ。対しますはブレイブ・ベスペリアユーリー・ロウェア。追い上がれな若き戦士たちよ、戦いはまだまだ始まったばかり。冥界の扉に対戦相手をぶっかんじめ。第2戦ファイト。ジタバタするなよ。あや余裕。まだまだ軽い軽い。続きまして第3回戦、素敵なる仮面の剣豪ジョアン・ドゥ・マルク。華麗かつ剛腕なり。対しますはブレイブ・ベスペリアユーリー・ロウェア。マグレが実力か、ここで全てが決まるはず。熱くたぎる魂の炎を消すのはどっちだ。ファイト。ジタバタするなよ。フォーガソなんだこんなもんかよ。さすがユーリー、あいつ頑張るじゃない。まだまだ燃え上がっていくぜ。そう、次こそメインイベント、紹介しよう大会史上無敗の現東京チャンピオン。どういうこと。甘いマスクに鋭い眼光、フレンシーホー。ユーリ、こんなところで何を。お前か、闘技場乗っ取ろうとしてる悪党ってな。冗談はやめてくれ。一体何の話だ。こりゃはめられたかな。そうらしいな。男たちよ、燃えたぎる熱き闘志を見せよう。注目のファイナルファイト。危ないじゃないか。観客に八百長試合を見せるわけにはいかねえだろう。少しは手加減をしてほしいな。よく言うぜ、簡単に受け止めやがって。手短に事情を聞こうか。騎士団の任務だ。それ以上は無理。闘技場で勝ち抜く任務って一体何のことだよ。それも隊長自ら。言えないんだ。余裕。ガロゲキだ。隊長になって張り切るのもいいが、あんま一人で無理すんなよ。張り切っているのは君だ。そんな楽しそうな姿を見るのは久しぶりだよ。君こそそろそろエステリーゼ様を返してくれないか。悪いけど、それは俺じゃなくて本人に交渉してくれよ。エステリーゼ様は僕の言うことに耳を貸してくださらない。あのお姫様は俺の言うこともなかなか聞いてくれないぜ。そろそろ茶番はやめないか。どうやって、ここでやめたら大ブーイングだぜ。ユーリー・オーウェル。こいつ、これは大変大ハプニング。舞台上の主役たちもお株を奪われた感じか。ユーリ、お
俺に殺されるために生き延びた男よ。感謝するぜ。生き延びたのはお前のためじゃねえぞ。俺を初めて傷つけたお前を俺は絶対この手で殺す。やる気出すならもっと別のことにしとけよ。見ろ。うわ、あれ何？ブラスティアよ、あんな使い方するなんて。なんか気持ちが悪くて動悸がするわ。あのブラスティア。ジューディス、ちょっと、なんなのよ。これはもう大会の様子はどこやら。っていうか、私も逃げるべき。どうだこの腕は。お前のせいだ、お前のためだ。ユーリ、さあこの腕をぶち込んでやるぜ。しつこいと嫌われるぜ。ここが貴様らの終焉の地だ。あんたブラスティアをそんな使い方して許されると思ってんの？羨ましいのか俺の左腕が。その執念もっと別のところに向けろよ。あがめろひれ伏せ恐れろ。フォーカショー！ひらめいて本用の力バトルに与えるフラッシュ。ひらめいて本用の力だけなくバトル。奇妙な腕に仕上がって。ブラスティアを貶める奴は許さない。力が湧いてきました。当然の結果ね。また強くなったよ。制御しきれてない。あんな無茶な使い方するから。ブラスティア不正が俺に逆らう気か。確実に仕留める。覚悟しな。進撃いくよ。解けよ。大地のゾーネ。サザンカ。本気出したらこんなもんだ。本気出したらこんなもんだ。こりゃちょいとしんどいね。口じゃなくて手動かして。何？ちょっとどういうこと？この箱のせい？
体を指揮し、散った魔物の討伐に当たれ。客を避難させるのが先だろう。残りは私と観客の護衛だ。魔物は一匹たりとも逃がすな。まあクレンなら考えてるから、ちゃんと隊長らしさも板についてんじゃねえか。俺たちは行くぞ。ジュディスとイヌコロが先に行ったわよ。ああやれやれ。ちょっと待てよ、おいってば。街の外に逃げられたわ。逃げ足の速い野郎だ。まだラピードが追ってる。ラピードが追いついてくれてればいいんだが。それにしてもどうなってるの？なんでラーギーさんが。どうやらはめられたっぽいらしいな。フレンの任務を妨害するために俺たちをけしかけたんだ。任務？お姫様を連れ返しにってことじゃなさそうだぜ。それなら闘技場の大会に出たりしないからな。じゃあ一体何なんでしょう。さあな、ラーギーの思惑を邪魔するものだったってのは間違いなさそうだ。でもあの温厚そうなラーギーさんが。箱を奪ってった時のあいつは温厚なんてもんじゃなかったわよ。ルーインズゲートは表向きの顔ってやつかもね。それにしてもあの箱を奪っていくなんて。クリアシエルって一体何だったんでしょう。分かってるのは私の魔術があの箱のせいで暴走したってことくらいかしら。オーディブラスティアが制御できなかったのなんて初めて。ねえ、喋ってる暇あったらワンコ追いかけた方がいいんじゃないの。そうね、行きましょう。あの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーギーさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし。捕まえればヨウムゲンの町のことも分かるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。